どうも、レオです。ポチです。モンストガチャ回していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。5周年間近ですね。はい。で、俺一個、嘘というか間違ってました。嘘ついたの？嘘じゃないんですけど、数え直してみたら、3年くらいって言ってたんですけど、もうすぐ4年やってるみたいです。4年？さっきログイン日数見たら1200何日とかになったんで、あ、じゃ結結構や構、ってんなってそうだね。思いつつ、で、なんで今日今ね、ガチャやるかっちゅうと、これです。もうそのムービーがね、まだ第2弾のムービーが出るんですね、今度。今やってるのかな、もう。で、そのムービーの復刻ガチャが、来ておりますよと。で、過去にね、一回まあムービー出て、その後もう一回ムービーの復刻が一時あって、その時の私のこの悲しみ、見てください。このエポカラック90が2体おり、こいつも50になってするっげえていじゃうぐらい、まあこれに本当突っ込んだんです。手に入ったオーブを。ん。ほいほいほい。何が欲しかったかって言ったらこいつです。アーサーです。ドラゴ僕ンもらっね、て。ああ、そうですね。僕、そのさっき言った通り4年弱ぐらいやってるというのに、アーサーがいないんです。そして今回、獣神化したんです。すごい。なので、欲しいんです、なんとしても。アーサーが。で、アーしかサーが欲も、しい。このムービーのアーサーの、CV が水木奈々さんなんですね。あらら、そうなんですか。もう本当俺大好きなので、ぜひ手に入れたいんですそうよ。ね、それは手に入れたいね。で、一応なんか0.7%になってて、まあ、で、さっき言ってたエポカが50%。50%。だからもうほぼエポカガチャですそうだな。よ。これ。どれ？我が政権に力を！ナイツ・オブ・ランド！これが獣神化するとね、こんなかっこよくなってね。まあ、どっかでちょっと、どっかのアニメで見たことあるなって感じの。まあ、それやめろ。そういうこと言うの。フェイトの話するのやめてもらっていいですか。何にも言ってないよ、こっちは。で、ね、かっこかっいいじゃこないいですか。ね、かっこいいね。かっこいいんで、欲しいんです。欲しいですね。で、とはいえね、ムービー第2弾来るんですよ。近々、新キャラ付きで。なんで、なるべく出血低くしたいなって思いつつも、まあ、いろいろ頑張って200個ありますよと。なんで、全部引いちゃえ。全部引きたいんですけど、まあ、でも最初の10連で来てくれるんじゃねえかなって、そんな甘くないよ。で、あとまた例によって、星玉が19になってるんで、爆死続きだったら、まあ、31回目で、星玉引けるんで、っていう、まあ少なくとも星玉まで行くんじゃねえかなって、最悪ね。最悪ね。まあ、じゃあ、早く出たらそこでおしまい。もうね、あれです。アーサー出たらおしまいです。っていう出のなかっは、たらずっとやり続ける。ナポレオンとリボンと龍馬はその時手に入ったんです。なんで持ってないのは天草とオラゴンとアーサー。で、僕が欲しいのはアーサドラゴンは？ー。アーサはい。ー。です。はい。まあ、出れば嬉しいけどね。オラゴンもね。じゃあ、やろじゃあ行きます。じゃ最初の10連ですね。いやーもう、本当にお願いだ。ああ、確定来ない。確定来な確い定来ない。よ。こっち見たことない。いけ。ああ、何も、何も、何もな普い。通のガチャ。普通だ。止まれ。ああ、エポカ。また来た。止まってくれ。お願いだよ。あっ、え？オラゴン。オラゴン。これオラゴンの進化したやつですよ。オラゴン。これ？
あれオラゴン。よかった。オラゴン。オラゴン来た。オラゴン来たな。伝説の石竜オルタナっていうドラゴン。ドラゴン。これは今までいるオラゴンとは合成できるの？できないです。だって進化した姿でしょ。そうっすね。いやでもまあオラゴンあざす。あったじゃん。じゃあちょっと僕整理していきます。はいはいはい。じゃあまた10連ですね。はいはい、いきますよ。はい、いやもう本当に来てくれ、頼むぜ。来るかな。頼むぜ。いやまあでもな、オラゴン出てきてるんだよな。オラゴン出たらもうさ、あ、でも止まれば、あれ、確率はね、止まればいい、止まれ。ほんと、止まってほしい。どんどん行くね。お、あ、止まった、止まってお願いだよ。あー、それはそれで確かに嬉しいよ。うん。これは誰だ？止まれ。もう一回止まって、あ、止まった。そうなの。誰なの？あー、これ、さあ、持ってなかったんだな、俺。そうだね。これね、サンゴです。サンゴは強いんです。確かに。嬉しいは嬉しいんです。これはね、これアマテラスですよね。我に叶うと思うてか。だいぶ叶うやついっぱい出てきたぞ。あ、うん。ああ、なるほど。じゃあ、30連目。ですね。はい。はい。はい。タクですね。はい。3体目のエポカ90が。ラク90がね。はい。はあ。もう、エポカ祭りですね。そうですね。はい。こっちじゃないんです。はい。もう一回。もう10連いきますよ。来た。いきます。確定見てみたいな。いや、見たことないんだ。一番見たいのは俺ですよ。見たことない。頼む、本当にもう頼むよ。お願いだ。でもかなりね、星5は出てんすよ。なんかいいの出てる。お、うどう。ああ、サタン。いや、嬉しいよ。すっげえ嬉しい。これ確かにすっげえ欲しかったんだ。やったじゃん。うん。うん。違うんだよ。そういうことでもない。いいんだよ。誰だっけこれ。誰なんだっけか。誰だい？あ、ノイシュバンシュタインだ。すごいじゃん。これあれです。あのなんか今ね、豪絶のシュリンガーラってやつで。いいの？そう、土適性なんです。へえ、すげえじゃん。僕まだちょっとね、自分の下手くそさもあるんですけど、シュリンガーラは、あの、究極クリアできてないんで。うん。まだ手持ちがいない。これを育てて。そうっすね。はい、ラストですよ。はい。もうラストです。はい。どうします？もう10連いっちゃいますか。当たり前。ああ、そうっすか。うん。じゃあ、もう行きますよ。うん。ほんともうね、いや多分ね、この30連結構当たりなんです。うん、すげえ強いの出たから、うん。いっぱい出たから。うん。ありがたいんですけど。流れは来てるんじゃない？流れは来てると思いたいし、うん、これで星玉も引けるし。そうだよ。もう頼むぜ、マジで。もう俺第2弾捨てた。ほぼ。うん。頼む。でねえな。本当に。もう本当エポカの顔見飽きたよ。来たよ。ああ、これもこれで確かに欲しかったから嬉しいよ。パールバティでしょこれ。サラスバティ？なんだっけ名前忘れちゃった。
いやーエポカ、すげーエポカ。エポカ俺4体目行くんじゃね。さあよさあ頼む。いやーここでも確定って出ねえの。マジか、すげえ怖えな。本当にお願いします。ダメです、もうダメですか。甘えるんじゃないって言ってるの。違うじゃん。違うじゃん、もう2体目じゃん。いいじゃん2体目でも、うん、まあ、可愛らしいんですけどね。可愛い。はい、じゃあね、さっき合成したんです。はい、エポカが4体目がラック70になりました。やったー、エポカ祭りだったね、はい、エポカ祭りでした。なのでもう1回シングル回して、はい、エポカを出しポチが押してあげようか。ああ、じゃあ押してください。もういいっす、いいっす、いいっす、よし、いけ。エポカをラック90にするのじゃ。エポカ、エポカをおいで。よし、かわいいエポカ。本当に呼ぶなや。本当に来んなや。エポカ来た。来ましたね。祈りが通じた。通じました。はい。エポカがラック90になりました。すごくない？すごい。これ。エポカ、このエポカあれだからね。ここが前までいなかったからね。そうだね。うん。爆誕しましたよ、エポカが。これエポカ4体ラック90の足したら朝なんないっすか。なんない。ですよね。はい。まあでも、リボン、サタン、で、ちょっと名前忘れちゃった、ごめんなさい。パールバティ、ノイシュバインシュタイン、と、オラゴン、とサンゴ。大当たりですよ。大当たりだよ。うん、本当に。いやー、つれーなー。まあちょっと、まだね、連覇の塔とか登ってなかったりするんで、はい、終えたら追います。はい、はい、じゃあ今回はここまでですね。はい、はい、よろしかったらチャンネル登録高評価していただけるとすごく嬉しいです。嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。